闇だったね。これ難しいぞ。これどうやって俺は、いや、まあ、鼻入ればいいの、この話。ちょっと難しい。一旦難しくないこれ。そうそうそう。ね、クールダウン、クールダウン。じゃ、これ、俺どうやって入ればいいの、この会話。やったなお前、みたいな。あ、お前やったなの、お前が、なんか、やった感じのやつなのかわかん。一回戻ろう。やってるぞ、これ。大丈夫。どうしたんだ、ちょっと誰か練習で。パソコンの裏いるから。あ、どうしたの、みんな。どうしたの、みんな。どうしたの、バイ君。どこに、いや、どこいたの。あ、ちょっとごめん。トイレ、トイレ。あ、トイレ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 、ごめんごめんごめん、全然全然ごめんごめん、あはは、ごめんごめん、あはは、インポスターだ、囲め、乾いてるな、笑いが大変かな、誰入ってない、あと一人来てないよ、あーごめん、我が輩だわ、それ我が輩、どうしよう、見つかった、我が輩、我が輩、どこだ、見つかっちゃった。俺が一旦ミュートにして作戦会議を練ろうとしてるのが見つかっちゃったよ。どうしよう、みんな。むずいぞこれ。10回目の初心者って感じでお願いします。10回目のね。まあまあ。次は大丈夫なはずなんで。ちょっと話した人誰が誰か。まず。え？ゴリ、ちょっとゴリラさん。俺ゴリラさんが見える。こんなことを言うと信じてもらえないかもしれないんだけど、俺ゴリラさんが見える。はい、ちょっとごめん、はい、信じてもらえないかもしれないんだけど、やっぱ死んでる。俺ゴリラさんが見える。ええ、バグじゃん、バグ、バグで、いや本当に信じてもらえないかもしれないんだけど、俺見えるんだって。ゴリラさんが霊感、霊感、違う、ゴリラさんがずっとリアクターから O2 に行くまでの道のりの壁沿いを走ってるのが怖っ、またまた、そんなわけあらへんのやから、嘘やろ言って、なんか俺視点からさ、ゴリラさんだけ罰ついてなくて、ちょっと多分バグってるっぽいんだよね。あ、罰ついてない、そう、ついてないんだ、そうそうそう。じゃあ、分かった、見えてても見ないふりしてる、あの霊感のある人な感じして、シャーマンキングしよう、シャーマンキング、そうそうそう、しょうがない、しょうがない、最高オーバーソウルしていいから、うん、なんか俺が変なことを言い出したら多分それはゴリラさんが見えてるんだと思い込んで、そうやな、それは、まあ、そのお知らせだったってことか、うん、っていうのと、まああとキルクール消しかな、うん、単純に、うん、めちゃくちゃいいです、うん、タイミング的にずるくない、なんか、あ、ゴリラさん、ゴリラさんいるんだね、そこに。俺ゴリラさんに同調しよう。見えてるよゴリラさん、見えてるよ、俺ゴリラさんのことよかった、ゴリラさんがいてくれて、ここに、めっちゃ見てるじゃん、見て、ここに、見て、みんな、ここにいるんだよゴリラさんは。なんでみんな気づいてくんないの、ゴリラさんはここにいるのに、なんで。ほら、名前がスッて出てくるの面白いな。壁の外行ったら名前消えるんだ。中に戻ってきたら名前も出てくるんだ。え？俺これどうなった？何？俺は。俺は何？これは何？左下にいる俺が。ナイス。いや、よかったよかった。うん、よかった。平和だ。え？みんななんか平和だって言ってる。何？なんで？なんで？狙ってたってことなの？それ怖いな。いや、たまたま、たまたま。たまたまね。よしよしよ。これ会議中か。あ、スキップの音聞こえる。頑張ろうね。
怪しい動きがね、うん、ない気がするな。またねまたねみんな会ってみんな会おうね。じゃあね、あらよ。俺会議画面が表示されてないバグが出てるカイくんからあのみんなそれは多分あれ部屋立て直さないといけないかも。待ってもらえたら嬉しい。あ、全然全然、うん、あ、そうか、これずっとそのままなのか。あ、そうそうそう、うん、え、皆さんは何か今日は楽しい意味でしたか？めっちゃ優しい。え、なんだその質問。